ギガ、悲劇的公共曲公共曲第6番一端調は、グスタフ・マーラーが1904年に完成した6番目の公共曲。マーラーは、第2番から第4番までの散策において、ツノブエ公共曲と呼ばれる、声楽入りの公共曲を作曲したが、第5番、第6番、第7番の散策においては声楽を含まない、純器楽のための公共曲として作曲した。 特にこの第6番では、同時期に作曲された歌曲に、亡き子を忍ぶ歌があるが、第5番まで見られたような、相互に共通した動機や強い関連性は、認められなくなっている。大編成の還元楽を用いながらオーケストレーションは、聖地であり、古典的な音楽章構成を取るが、その内容は大規模に拡大されていて、当時のマーラーの旺盛な創作力を物語っている。同時に、 緊密な構成のうちに極めて劇的な性格が盛り込まれており、純気学的様式と歌詞や表題とは直接結びつかない悲劇性の融合という点でも、マーラーの創作の一つの頂点を成している。形式的には四楽章構成のほか、第一楽章の定示部繰り返しや、調整的にも異端調で始まり異端調で曲を閉じる、一貫性を示しており、古典回帰を強く印象づける。 マーラーが作曲した公共曲の中では唯一単調で始まり単調で曲を閉じる構成となっている。その一方、第4番、第5番から顕著になり始めた多勢的な手法は一層進み、音楽の重層的、多義的展開が前面に現れている。第5番で生かされた安明というベートーベン以来の伝統的図式は、この曲では明暗に逆転されていて、 これを象徴する、異長長異短長の和音以降が全曲を統一する、モットーとして用いられている。還元学の扱いでは、還楽器と打楽器の拡大が目立ち、打楽器の中でも特に以下のものは、象徴的な意味をもって使用されている。一つはカウベルであり、第一学章第三学章第四学章で安息、平和あるいは現実逃避的な世界の表彰として、 遠近感を伴って鳴らされる。もう一つは、教会の鐘を模した低音のベルである。ベルは、第四楽章に登場する。三つ目はハンマーである。ハンマーは、第四楽章で使用され、音楽的な展開点で、運命の打撃の象徴として打たれる。ハンマー打撃の回数については、口述するように作曲過程で変遷があった。悲劇的という副題で呼ばれることがあり、 この副題は、ウィーンでの初演時に付されていたとされる。しかし、これはマーラーが付けたものかどうかは不明である。演奏時間約80分。この秋に、マーラーが出癖人に当てた手紙には、僕の第6話、聞くものに謎を突きつけるだろう。この謎解きには、僕の第1から第5までを受け入れ、それを完全に消化した世代だけが挑戦できるのだと書いている。打楽器を中心にした。 大漢弦楽によるこの書演を聞いた人々は当枠したと伝えられる。当時の風刺雑誌には様々な楽器の山を前にしたマーラーのカリカチュアが描かれており、この絵の中でマーラーは畜生、警敵を忘れていたぞ。これでもう一曲公共曲が書けると叫んでいる。国際マーラー協会による全集版による。オフしたものはカーント版の指定。同校ではチェレスタは できれば2台、またはそれ以上とされている。全4楽章からなる。第2楽章と第3楽章の配置については、従来の全終盤に従う。アレグロエネルジコマノントロッポ、激しく、しかし腰の座ったテンポで、異端長4、4拍子自由なソナタ形式チェロと、コントラバスが借り立てるようなリズムを刻み、更新曲風な第1主題がバイオリンと、 感覚器によって奏でられる。第一主題は、オクターブ跳躍加工を繰り返す、威圧的なもの。フレイ一行進曲は、断続的に不協和音によって遮られるが、やがてティンパニの特徴的なリズムの上に、トランペットの和音が、胃腸腸から異単腸へと移行する。音量的にもフォルテッシモピアニッシモとなる。この和音は、全曲の統一的なモチーフとなっている。 フレイに木管のコラール風な計画を経て、バイオリンとフルートがロマンティックな情熱と感傷的な調子を込めた第二主題を絵蝶々で提示する。マーラーの公共曲としては珍しいことだが、提示部の終わりに古典派のそなた形式と同じく繰り返し記号が付されている。フレイ三展開部では第一主題を主に扱うが、 第二主題の動機が現れ始めたところで曲調が一転し、徐々にいくらかテンポを抑えてと指示された挿入部に入る。神秘的で正常なバイオリンのトレモロと、チェレスタがニューアナワ音を奏す。ここでアルプスを思わせるようなカウベルの音が遠くから響き渡り、ホルンがテージ部のコラール風の旋律を奏する。 平安な雰囲気が最高潮に達したところで、再び借り立てるような調子が戻り、木管楽器とシロフォンによって変形された主題の再現部へ入る。再現部は短縮され、さらに激性を増しているが、両主題は型通り再現される。コーダは第一主題に基づき早々更進曲風に始まるが、次第に第二主題の暗示が強まる。ついに第二主題が勝ち誇ったように現れ、 支配的になって、この楽章は、第2主題の観光で結ぶ。演奏時間は、定時部反復を含めて21から25分程度。反復しない場合は17から21分程度。定時部は長大だが反復される場合が多い。スケルツを思うもしくい単調さん、8拍子、小論度形式スケルツに取りを2回挟む構造を取っている。まず、 チェロとコントラバスの低音源とティンパニの刻むリズムに乗ってバイオリンが主要主題を奏する。これにホルンとビオラが絡む。第一楽章の大声の音恵が使われ、この主部が様々な楽器によって変化し、効果を上げてトランペットのモッドワ音に移行する。これは第一楽章を思わせるものでパロディ的な要素を含む。フレイヨン、コフニと記されたヘチョウチョウのトリオは三。 八拍子から四、八拍子、さらに三、四拍子へと絶えず、不安定に交錯する。トリオは再現される。トリオの後には、木管の愛鳥を帯びたメロディーが続くことから、構成を、アブキャブか工だと見ることもできる。曲は愛鳥を帯びたまま沈んでいって終わる。演奏時間は12から14分程度。フレーゴアンダンテモデラート変歩調調四、四拍子複合三部。 形式バイオリンの趣深く豊かな主要主題は、亡き子を忍ぶ歌との関連が指摘されている。穏やかだが半音快適進行には不安も覗かせるもの。この旋律がフルートやオーボエなど、各楽器に歌い継がれ、美しい情緒と牧歌的な雰囲気を広げる。この楽章全体が一本の旋律で繋がっていると指摘するものもある。ここでもモットーワ音が多く使われるが、 しばしば単三度超三度という逆光が見られる。副主題が木管に現れた後、再び主要主題が現れる。これが消えると、再び副主題が現れる。フレー六フレー七中間部では、ハープ、チェレスタも加わり、ホルンが楽しげに呼びかけ、トランペットが第一部の動機を元にした戦律で答える。再び主要主題が復帰する。しばらく落ち着いた雰囲気が続くが、 トランペットの同期が絡んでくると副主題が現れさらに劇的に扱われ、クライマックスを形成していく。カウベルの響きが終わり近く、悲しみが咳を切ったように溢れ出すが、次第に落ち着き、速度を落として静かに終わる。演奏時間は14から18分程度。終局アレグロモデラート派単調に、二拍子アレグロエネルジコイ単調4。 四拍子助走付きの拡大された、ソナタ形式助走は、チェレスタやハープの分散和音による異様な響きから、バイオリンが高く舞い上がって、また落ちてくるような悲劇的な主題を奏で、ティンパニのリズムを伴って、モットー和音が出る。主部の第一主題や第二主題の要素が断片的に取り扱われる。感覚器による、ンカ風のコラールが奏されると、次第に高揚する。 全楽器が、モットーワ音を示すと、テンポを早め、アレグロモデラートから、アレグロエネルジコに達すると、異端長の定時部に入る。フレイ八第一主題は自らを鼓舞するかのような、悲壮感を称えたもので、非常に高戦的な行進曲である。続いて、ホルンが劇的な跳躍進行を示す。これを、第二主題と見る解釈もあるが、再現しないことと、火星進行が、 女装のコラールによっていることから、計画と見る方が自然である。この計画の対戦率として第一主題の行進曲のモチーフが絡みついている。第二主題は、木簡で軽快に、飛び跳ねるように現れる。フレー9、フレー10、フレー11、一旦女装の雰囲気が、戻るところから、展開部。カウベルの響きから第二主題を経て、次第に高揚し、チェロが威嚇するように、 第一主題の断片を奏するが、第二主題が主導権を握り、二丁丁の勝ち誇ったような雰囲気で大きなクライマックスを築いたところで、第一のハンマーが打ち鳴らされる。コラール風な音景が動揺を示すが、立ち直って、今度は有層な更新曲となり、第一主題による本格的な展開が開始される。ここでもモットーワ音が何度も鳴らされる。公共曲第二番の 第五学章展開部の更新曲の動機も引用される。これが火のようにいくらか咳き込んで、さらに一層咳き込んでとと進するように盛り上がり、再び第二主題が徐々に落ち着いて、胃腸腸で外科を上げようとするところで、第二のハンマーとタムタムが同時に打たれる。その時のペザンテデコラール風計画の展開となるが、テンポを上げながら前進し。 タムタムの一撃で助走の主題が戻るところから再現部となる。モットーワ音が示され、再び遠くからカウベルが響く。気分が落ち着くとグラツ要素で第二主題が先に再現する。全身、ピューモッソで次第に力を取り戻して、やっと第一主題が再現されるが、今度は小太鼓、クロッケンシュピール、トライアングルを伴って華やかに装飾されている。 コラール風計画もかなり変形されて再現され、激しい気候のリズムに移ると劇的なクレッシェンドとシンバルの一撃で胃腸腸に転じ、落ち着いてペザンテで勝利を思わせる輝かしい曲調になるが、タムタムに導かれた3度目の助走主題の回帰で異端調のコーダに入る。ティンパニのリズムとモットーワ音が示される。音楽は暗く打ち沈み。 金管が埋めくような第一主題の動機を出すが、やがて主題に静寂へと向かう。そして、とどめを刺すような強烈な単調の和音が叩きつけられると同時に、ティンパニンは容赦なくリズムを刻んで終わる。演奏時間は27.5分から34.5分程度、公共曲第6番の演奏においては、以下の通り、大きく2種類の問題点がある。一つは、第二楽章と、 第三楽章の配置である。初演のコーデも述べた通り、マーラーは、この配置について迷っていた形跡がある。スケルゾマイナスアンダンテの順では、スケルゾ楽章のパロディ性が強調されるとともに、第一楽章が、イチ調で終わった後に、イタ調で第二楽章が開始されることから、モットーワオ,オンの推移も意識されることになる。逆に、アンダンテ、マイナススケルゾの順は、 第一楽章提示部の繰り返しとともに、全曲の古典的な造形が一貫性をもって強調されることになる。1963年に出版された国際、マーラー協会による全集版を肯定したエルビン・ラッツは、1907年1月4日のウィーン初演において、マーラーがプログラムの楽章順を変更して、スケルト・マイナスアンダンテの順で演奏したとの報告を採用し、 これをマーラーの最終意思としていた。これ以降、スケルツォマイナスアンダンテの順が定説化され、この順による演奏が一般的となった。しかし、2003年に国際マーラー協会は、従来とは逆にアンダンテマイナススケルツォの学章順がマーラーの最終決定であると発表した。国際マーラー協会のホームページに収録されているクービックの見解では、 マーラー自身が、スケルツォマイナスアンダンテの順で演奏したことはないとしている。クービックの見解の根拠の一つに、ジェリー・ブルックの論文、悲劇的な誤りを元に戻すがある。これに売れば、1907年のウィーン初演について、14人の評論家が報告しているが、マーラーがプログラムとは異なるスケルツォマイナスアンダンテの順で演奏したと書いたのは2人に、過ぎず、 実際の演奏会を聞いて書かれたものか疑問があるとしている。また、ブルーノ・ワルターは、マーラー自身が、アンダンテ、マイナススケルツの順番を否定したことはないとの手紙を残している。マーラーの実質校では、作曲当初には、ハンマーの導入は考えられておらず、後にハンマーを過失したときは、第4楽章で5回打たれるようになっていた。 1> 第1項を出版する際にこの回数が減らされて3回となった。さらに初演のための練習過程で、マーラーは3回目のハンマー打撃を削除し、最終的に2回となった。具体的には、最終楽章の高打部分、サンド助走の主題が回帰し、モットーワオンが鳴らされるところで、第3のハンマー打撃が入れられていた。演奏は、マーラーの最終決定に基づき、 二度の打撃によるものが多いが、レナード・バーンスタインによる数々の演奏のように、アルマの階層に基づいてサンドハンマーを打たせる演奏もある。ハンマー打撃には意味付けがなされることがあり、佐藤豊は題名のない音楽界でこの曲を取り上げた際に、第一の打撃は、家庭の崩壊、第二の打撃は、生活の崩壊、第三の打撃は、自身の死との意味付けを紹介し、マーラーは、 自身の死を意味する第三の打撃を打つことができなかったとしている。なお、佐渡がハンマー打撃を3度としているのは、佐渡の死であったバーンスタインの影響による。第六公共局は、意志を持った人間が、世界、運命という、動かしがたい障害と戦い、最終的に打ち倒される悲劇を描いた作品といった、表題性が指摘されている。また、 第六公共曲が作曲された時期は、マーラーにとって、式、作曲の仕事面でも、健康、家庭の生活面でも最も充実した、人生最大の幸福な時期にあったにもかかわらず、悲劇的な内容を持つ、第六公共曲や、亡き子を忍ぶ歌を作曲し、その後1907年にマーラーは、長女の死に会い、それと共に、自身の心臓病が、発覚。 さらに宮廷歌劇場を辞して、ウィーンを去ることにもなった。これらの事実関係から、この曲は将来のマーラーの運命を示唆する予言的作品と捉えられる場合がある。この曲に関する、このような見方は、次に述べる、マーラーの妻アルマが書き残した回想録によるところが大きい。アルマが晩年に書いた回想録では、第6公共曲を、 マーラーの最も個人的な作品であり、後のマーラーの運命を先取りして音楽化しているとしており、具体的には次のように述べている。また、この運命の打撃について、初演内史はリハーサルを聞いたリヒャルト・シトラウスが、始めが一番強く、終わりが一番弱い。逆にした方が効果的なのになぜでしょうな、とアルマに語ったとしてもいる。 しかし、そもそもこの回想録は、アルマにとって都合が良いようにしばしば事実が意図的に改変されているとの指摘があり、全面的に信用はできない。第六公共局に関するアルマの記述は、後の長女の死に始まるマーラー一家の暗転からの後付けであるともいえ、マーラー本人というより、アルマ自身の解釈や思い込みである、可能性がある。また、アルマは、 運命の打撃を3回としているが、すでに述べたように、ハンマーの打撃は当初はなく、後に加えられて5回3回2回と変遷している。したがって、これも、長女の死、心臓病、急廷下劇場辞任と関連させるのに、ちょうど良い3回だけをアルマが取り上げたと見ることができる。さらに、リヒャルト・シトラウスのエピソードに関しては、 シュトラウスの低俗さを強調しようとして述べている節があり、シュトラウス自身はこのようなことはあり得ないと書いている。題名のない音楽会2013年1月20日放送。ありがとうございます。